おはようございます。9月17日第756回ポゴナカイアニマルラジオになります。今日はまた咳込んでしまいました。すいません。今日はね、関東草亀、またね、あの赤い自家産の、オスと、別のところでね、買ってきたメスだと思ったらオスになってしまった。ちょっとまだ今のところは白っぽい、クリーム色っぽい色してるんですけどね。まあこの辺がどういう風になっていくのかというところをちょっと見ていきたいなと思っているんですけど、まあ今のところはね、まあしっかりバリバリのオスに2匹ともなっているねという感じで、赤い方が、うちの CB なんですけど、ロドぐらいまで赤いですね。でこいつはもうずっと赤いイメージなんでね、うちの系統が良かったのか何なのかわからないんですけど、やっと亀さんメスと両親堂さんオスっていうね、感じで撮っている、関東草亀です。こっちはちょっと詳細不明なんで、親の出所はわからないです。ただ、まあ、黒赤がいるとね、今度白黒っぽいのが欲しいってなるんでね。これが白いタイプになったら、それはそれで僕としては満足なんですけど、実際ね、それが赤くなるのか、これから、このまま白いままでいくのか、ちょっとわからないんでね、非常に楽しみであるんですけど。でそうするとね、2系統分の、オスが手に入ったことになるので、そうするとこれに、白っぽい方に当てるメスっていうのをちょっと今後考えていかないといけないのかなというふうに思っています。で今ちょっとね、見づらいんですけど、腹が赤い方はね、腹模様がほとんどないんですよね。白い方が上がってきて作るといいんですけど、今上にちょっとスペングラーをね、なんていうんですかね、日が入りすぎないように乗っけて、でスペングラーをちょっと軽く、日光浴、ね、バスキングさせている感じなんですけど、まあ日陰があるんでね、だいたい日陰の方に寄ってってしまうんですけど、まあ室内でね、スペングラー飼っているんで、朝ね、来た、腹の模様が出ました。これがね、白っぽい方の腹模様です。腹模様がね、こっちの方がすごいあるんですよね。もう全然別物っていうぐらい腹の模様が違うんですよね。ちょっとごめんなさい、スペングラーの話は途中になっちゃいました。そう、スペングラーはね、朝は必ず雨が降ったと想定しているような感じでね、水をね、かぶせて、そしてちょっと太陽光を浴びさせるって。まだ本当に沖縄の気候みたいな感じのところにいるんじゃないかなというふうに思ってるんでね、雨がすごい降って、で、その後ちょっと、体を温めるためにね、朝方、道に出てきたりするんでね、そこで太陽光を浴びて、そしてまたね、昼には戻っていってしまうような感じだと思うんで、そこを意識した、環境づくりというより、そういう風になるようにちょっとね、自分家で、朝ね、こういう風に毎日やっています。基本毎日やるようにしていますね。という感じで、ちょっとスペングラーの方の話が逸れてしまいましたが、そして関東草亀ですね。なので、腹模様がある方が赤くならないのかというような話なんですけど、ちょっとわからないんですけど、ただメスの親とね、お腹の模様は本当にそっくりでね、オス親は逆にもうちょっとね、腹模様があった気がするんですよね。なので一概に何とも言えないんですけど、ね、関東草亀ね、こんな感じで腹模様も全然違っているという感じです。ちょっと太陽光が当たるところにね、水槽を置いてるので苔が生えてて、苔を本当取ればよかったんですけど、ちょっとそのまま入れてしまったんでね、思いつきで今日は関東にしようと思ったんで、苔がついたままの状態になっています。さて関東草亀ね、増えてるはずなんですけど、そんなに思ったより入荷がね少ないので、いた時にはねすぐ買ってしまうのがいいよねっていう亀だと僕は思っています。で、そうするとね、自分でねいる時にいい個体を抜いてね、それをしっかり育ててあげることができると思いますんで、うちはなんとか増えてるんでね、いいのかなと思います。ただメスをちょっとどうにかしないといけないのかなって、オス3メス1になってしまったんでね、この状況を打破するためにもちょっとメスをねどこかで導入しないといけないのかなというふうに思ったりしています。非常にかっこいいカメだと思っていてね、黒と赤ね、こんなねかっこいいカメ他にいないと思うんですよね。ただ多分増えてる数がいるので、買いやすい値段になっているだけであって、本来であればね、だ本当バブルがあった時ね、あそこまで値段が上がるのはあれかもしれないですけど、それまではいかないにしてもね、それなりの金額であってもおかしくないカメだと僕は思っているんですけどね。本当に美しくてかっこいいカメです。なのでその魅力をもっとね、皆さんに知っていただきたいなと常日頃思っているんですが、
まあ関東のね、好きな方は増えているのかなというふうに思います。あとはね、オス個体に当たるかメス個体に当たるか、そして、まあ、オスでもね、色がちょっと違ったりするのと、まあ、あとは成長過程でどのぐらい変わってくるのかっていうのを僕はまだ見切れていないのでね、そこも含めて今後、いろいろ見ていきたいなというふうに思っています。そして3連休が終わってね、また次も3連休なんですけど、その3連休のど真ん中にね、ついとんぶりが、あります。このとんぶりね、僕が何かを手に入れる、まあまあもう約束している頭部が2匹来ることは確定してるんでね、そこはもう予約分なのでね、あれなんですけど、それ以外にね、何が来るのか楽しみだなと思っています。でね、前回ちっちゃい頭部紹介したんですけど、あの頭部もね、餌食いをしっかり確認できたんで、まああと1ヶ月ぐらいするともうちょっとかっちりしてくるのかなと思うんでね、逆にあったかい時期にね、うちに迎え入れることができたので、まあそのまま暖かい状態を作りながらね、餌をしっかり食べさせて大きくしたいなと思ってるんで、頭部がね、ほんと最低6になるっていうような、まあおそらく会場でね、残ってる頭部を買うことはないとは思うんですけど、まあでも状況によってはね、わからないですね。まあやっぱり頭部葉っぱが好きなんでね、好きな亀っていう、でしかも好きな亀でかつ同じような模様になってしまうんだったらまた違うのかもしれないですけど、いろいろな模様をね、見ることができる亀というふうに考えると、どうしてもね、魅力をより感じてしまってね、あ、このタイプうちにいないなとか、このタイプはいくら持っててもいいなとかね、そういうような感覚になってしまうんでね、まあ本当に気をつけないといけないなというふうに思っています。今のところね、何を買うかというのがね、まあ残っていればの話なんですけど、確定はしているので、それを狙っていってね、まあ、わよくば予約ができれば、先に予約をしてしまうという、ね、もちろん数がいっぱいいるものじゃないと予約ができないので、通るかどうかもわからないんですけど、という感じなんですけどね。なんで、本当、亀好きにとってね、非常に楽しいイベントということで、もう本当、今から楽しみで楽しみで仕方がないという感じなんですけどね。なんか出店しないで僕も普通にガチで買いに行く方向に混ざった方が良かったのかなとかね、いろいろ今悩んでるんですけどね、まあ、亀を買いたい、ただやっぱり僕の仕事のポゴナクラブのね、亀の餌を、いろんな皆さんにも知っていただきたいということでね、その辺も含めて、ちょっといろいろ考えてやっていかないといけないのかなというふうに思っています。ということでね、なんか3連休明けて非常にぼーっとしているんですけど、まあこのね、週末からのね、日曜日にかけては、まあ、僕はもうピリピリしないといけないような状況になっていますので、まあ、ちょっと頑張ってね、この1週間乗り越えていきたいなというふうに思っています。そして名古屋、名古レプがあってね、ビッグサイトがあってと、まあなんかしっかり休みが取れないような日が続くので、まあトンブリの前後はしっかりね、休みを取って、体を休めてね、名古屋とビッグサイトに向けてね、体力を温存していきたいなというふうに思っています。ということでね、まあこんな感じで、いろいろカメをね、朝から行って、ね、ラジオを撮って、会社に出社するんですけど、まあカメにね、まみれた生活になっているんで、よりカメにまみれてきているような感じなんですけどね。まあこの生活をね、いつまでも続けることができるように頑張っていきたいなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。